ペドル・ビダジは、チェコスロバキア出身の男性、チェコのフィギュアスケート選手。パートナーは、マルティナ・ボチェク、クラーラ・カドレツォバー。2010-2011 ISU グランプリシリーズに出場。1991年チェスケーブジェヨビツェ生まれ、4歳でスケートを始める。男子シングルでは2005から2006年シーズンに ISU ジュニアグランプリに出場。また隣国スロバキア開催の国際競技会グランプリ SNP とチェコ全国選手権ジュニアクラスで2位となる。以降、ISU ジュニアグランプリには2009から2010年シーズンまで出場し、2008から2009年シーズンにはチェコ全国選手権シニアクラスで3位に入る。2009から2010年シーズンにはペア競技も掛け持ちし、ブルノのクラーラ・カドレツォバーと組、チェコでは4年ぶりのペア選手となる。このシーズンは ISU ジュニアグランプリ、世界ジュニアフィギュアスケート選手権でシングル、ペア双方に出場する。翌2010から2011年シーズンはペアに専念し、ISU ジュニアグランプリ以外ではシニアクラス競技会に出場。追加招待ながら2010、2011、ISU グランプリシリーズ出場を果たす。2011から2012年シーズンも、引き続きジュニアとシニアの試合を掛け持ちして、出場していた。11月に怪我をしていた時に、カドレツォバーとのパートナーシップを解消。理由として、ソロジャンプの精度や体型の問題が上がっている。また女子シングルのマルティナ・ボチェクとのチームを結成することも発表した。詳細。ありがとうございます。